キジトラさん、また待っていますね。朝4時半だから相当早いからお腹空いちゃったのかな。あくびをしながら、どうしようか、お腹ペコペコですね。呼び鈴を鳴らすにゃー、それしかないにゃーってゴロゴロしています。あ、呼び鈴が鳴りましたね。皆さんこんにちは。2021年6月24日今日は木曜日、4時ですね。4時だとちょうど12時間前、早朝でしたね。いるかな、ちょっと暗いんだけど、キジトラさんだ。夕方のですね、集荷作業が開始されました。始業時間ですね。さあ今日はどんな展開になるんでしょうかね。近所のウォーキングのおじさん、鳥海さんですね。鳥海さんにいるよっていつも言われています。白い大猫さんを牽制します。ジローリ、ちょっと追加しましょうかね。鳥海さんは仮名の人物です。朝から12時間食べてないのかな、その間ね、心配になります。千和くんのモルシン号機は壊れたらしいですね。戦前の骨董品ですね。白い大猫さんを睨みます。ギョロリ、またね、野良猫がいますね。いつもワンパターンですいませんね台本がないもんですからね。毎日来るのであらすじはありません。尾っぽを立てながら安心して食べていますね。今日は飼い主さんの娘さんに会いました。いつもお邪魔してすいませんとのことでした。自分もこの子に癒されてるからね、いいんだよって、うん、いいんだよと言いました。逆に勝手に餌をあげてすいませんとお話ししました。森村氏の海賊違法電波が来ましたね。今日もしつこいですね。森村氏最近ぐるぐるにですね、サイバー攻撃したらしいですね。また来ます森村氏。森村氏ぐるぐるを止めましたからね。 5G でティアラ君も吠え立てております。森村氏海賊違法電波がまだ来ますね。なんとか収まりました。キジトラさん、お耳大丈夫かな。アナログで白い米子さんを威嚇しますね。ジローリ、それでもめげずに食べていますね。落ち着いて食べることができました。キジトラさん、白い米子さんかな。ジローリジローリ、よく睨んでいますね。耳が外に、内にこうね、アンテナが向いています。ノラクロさんを睨みますね。ジロリ、目がまん丸ですね。ノラクロさんから白いお猫さんへ、ジロリ、じっと見ていますね。すごい目つきですね。あらら、キジシロさんまで、ギョーリでしょうかね、ギョーリ。キジシロさんも厄介な存在ですね。しながら無傷なキジトラさんですね。いつもね、言葉でね、勝っちゃうんですね。キジトラさんはすごいですね。キジシロさんをね、また警戒しますね。シロリ、この住宅街の王者ですからね、キジトラさん。キジトラさんのお耳に白いですね、斑点がついています。山猫のみたいですね。孤児犯っていうのがあってね、山猫特徴ですけど、キジトラさんもなんかそれっぽいのがありますね山猫の特徴ですかね。湘南山猫ですかね、キジトラさん。昼は家猫でね、夜はじゃあ山猫なんですかね。白いお猫さんを匂います。ジロリ、すごい目つきですね、キジトラさん。こ
今度は霧城さんを狙います。ギョロリ、まだ見ていますね、まだ見ています。ギョロジロみたいなね、モール信号機がね壊れちゃったんでね、今修理中ですね。白い大猫さんを狙います。ジロリ、目が鋭いな、イカ耳になってますね。ちょっと立ち上がって後ろの方向を見ていますね。キジシロさんもいるのかな。あ、プーマスタイルですね。キジトラさん、かっこいいね。キジトラさん、かっこいい。またもやプーマスタイルですね。いつも尻尾を立ててね、特徴がありますね。どうも、もりもり食べて、絶好調ですね、キジトラさん。良い髪を飛ばしますよ。カリ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 とね、音を立ててね。もう野良猫来ないからゆっくり食べれるね。ずっとプーマスタイルでいけてるよ、キジトラさん。あ、そんなこと言ったらキジシロさんを狙いますね。ジオリ、キジロさんはね、キジトラさんの辞書に入ってきますからね。白い大猫さんを睨みますね。ギョロリってね、完食したぞーってなんか吠えている感じですね、キジトラさん。もういいのかな、夕方も完食しました。キジトラさん、皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。また皆様とはですね、別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでーす。